大石治虫6月14日から1948年3月30日は日本の政治家である。仙台市会議員を経て衆議院議員を通算5期務めた。宮城県生まれ、議員在職中には立憲政友会、日本自由党、民主自由党に所属した。仙台市会議員を経て1930年に旧宮城県、 第2区から第17回衆議院議員総選挙に立候補し、当選、衆議院議員に就任した。以後再選され、連続4回の当選となった。1939年の声優会分裂に、際しては政党派に属した。1940年、衆議院では、すべての政党が自発的に解散して、大政翼賛回に交流したが、大石は尾崎幸男と共に、 最後まで政党政治と議会制民主主義の維持を訴えた。同年12月20日に発足した議員親睦団体、衆議院議員クラブにも衆議院議員435名が参加する中、尾崎など6名とともに不参加だった。1942年、翼山政治体制協議会の推薦なく立候補した翼山選挙において落選議員失職した。 終戦後は、これらの経緯から、公職追放を免れ、九百四十六年四月の第二十二回衆議院議員総選挙に、日本自由党から立候補して、当選、衆議院議員に復帰した。同年五月に組閣された第一次、吉田内閣において、農林政務次官に就任したが、議員在任中だった九百四十八年春、長男、武一に立派な政治家になって、 私のやり残した仕事を仕上げてくれと遺言,言し、その2時間後に死亡した。長男は大石武一。大石の死後、1948年5月21日に行われた宮城2区の補欠選挙で初当選し、議員在任中には環境庁長官、農林大臣を歴任した。はじめ自由民主党衆議院議員。 その後民主党参議院議員となった、大石正光は孫。衆議院、第58回帝国議会衆議院議員名簿、衆議院広報付録、1930年、20ページ。AB 花とヒューマニズム、仙台日光卒業生のページ中島慎吾、2010年5月7日、閲覧翼三体制と、台米英海戦、小屋哲夫の足跡、 小谷哲夫1991年2月戦後の補欠選挙アーカイブド2006年12月10日、アットザウェイバックマシン、佐藤玲。ありがとうございます。